はい、よろしくお願いします。今回は数三の関数の連続性丸三をお送りします。で、今回1問のみなので、まずね、1回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、ちょっとね、確認してもらって厳しいと思う方は、今からね、自分がこの問題解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、この問題やっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まぁ、今回はこの問題ね、ちょっとボリュームが多いので、書くものがね、多いんで1問のみにしてあるんですが、関数が与えられておりますと、まぁ、指数が入ってますね。で、こいつのグラフを書いて、fx が、まぁ、不連続になる場所がもあると言われてるので、それがどこなのかっていうのをチェックしていく。まぁ、そんな問題です。まぁ、学校の定期テストで出されれば、途中式必須かと思います。で、これはですね、指数が入っちゃってるので、まぁ、場合分けですね。で、どう場合分けするかっていうと、今回 x の 2n 乗、つまり偶数乗ね、肩が偶数になってるのと、2n プラス1乗なので奇数乗に分かれてます。なので、まず、まあ、このね、場合分けは、順番は任せます。4つに分けるんですけど、x が、まず1の時からいきますか。ここからいきます。1の時。で、1になってれば、いいか。ちょっと長くなるから、まったりすると思うんで、パソコンで見てる方なんかはね、再生速度変えながらでも見てください。2L 乗、これはま、x のが1になってるんで、何乗になろうか関係なく1ですね。で、これね、癖で、x 書いちゃう。x の 2n プラス1乗も当然1になります。両方1だね。ってことで、fx、イコール、ここもここも1になるから、1プラス1分の1プラス1になって、結局1になると。x が1の時はね。まあ1ばっかりになってますけど。で、同じようにっていうか、奇数乗と偶数乗があるので、今度マイナス1の時、ここも分けます。こうやって。で、なんで分けるかっていうと、偶数乗、2乗とか4乗とかだったら、これ1になりますよね。結局偶数乗なんで、マイナス1、偶数ね、偶数回かければ、1になるですけど、問題がこっちで、x の 2n プラス1乗。これ奇数乗なんで、まあ、3乗とか5乗とか、まあ、1乗でもいいですけど、これマイナス1ですよね、こっちが。マイナス1を3回かけてもマイナスになっちゃうからさ。ここが変わってきます。なら、場合分けをする必要があるんですけど。で、ってなると、fx イコール1プラス1分のマイナス1プラス1となって、こっちは0になります。いいかな。で、まずこの2個。ここを押さえてもらって、じゃあ3、4行きましょう。で、これもどっちからでもいいんですが、まずどっち、こっちから行こうか。まあ、絶対値 x が1より小さい。つまり、x がマイナス1から1の間ですね。この時。で、これは、ま、x のところが、最下位じゃない。無限大の、こうなってて、x が、つまり、例えば5分の2とか、まあ、指数関数の時もやりましたけど、こういう状態。こうなってる。まあ、ここ 2n プラス1乗でもどっちでもいいんですけど、結局、ここがまあ 0. いくつの世界になっているので、ずっと n のリミットをかけていったら必ず0に収束しますと。これやりましたね、前ね。だからこれ0になる。で、同じように、奇数乗の方も、0になりますと。よいしょ。となるので、fx。0を入れればいいから、0たす1分の、で、こう1になると。いや、まあ、こうなりますと。で、もう一個ラストですね。4つ目。今度は絶対値 x 大なり1。まあ、これ書く必要はないんですけど、数直線があって、まあ、1とマイナス1をまあ切れ目にしてるんで、まあ、こうなったよね。で、最初が1の時なんで、ここをやりました。チェックしたのが。次、マイナス1の時なんで、ここをチェックしましたと。で、絶対値 x が1より、小さい時は、この間ですね。ここが終わりました。チェック。で、最後残ってるのが、これは、1より大きいところと、マイナス1より小さいところ。
を考えてます。最後ね。で、これは全部満たすことができるんで、この4つの場合分けをやるんですが、この時は x が1より大きい、まあ、マイナス1より小さいもありますけど、ってなってしまうので、まあ、前回前やったのと同じようにやると、これの時ってこれが成り立つんですよね。こう逆にひっくり返したやつ。逆数を考えた時に。で、こうなると。で、これを使って、ちょっと待って、インクが、ごめんなさい、出なくなってきちゃった。こうなって、こいつをこの後ダメだと。できないんでね。だから、分母の指数のやつで割ればいい。だから全体を x の 2l 乗で割ります。そうすると、ここが1ね。で、ここが、まあ、まとめちゃってもいいんですけどね。こうしちゃいましょうか。2n 乗分の1。になって、ここが x2n プラス1乗。これっていうのは、x が 2n 乗かける x って分けることができますよね。2n と、2n 乗と1乗くっつければこうなるので、で、こいつを x の 2n 乗で割ってるから、ここが約分されて x が残りますと。左上ね。で、ここは x、まあ、2n 乗分の1と、こうなります。今全体割りましたと。で、そうなったら、あ、これまとめた方がよかったかな。ちょっとまとめますね。1乗はね、何乗になっても大丈夫なので、まあ、こうしちゃいましょう。で、そうすると、x 分の1が1より小さいので、こいつ、右上と右下のこいつは0に収束します。いいかな？これはゼロに収束するんで、残るのが1分の x。つまり、この範囲の時は x になります。残るのが。って感じで、4つ、場合分けして、4つのね、それぞれの fx を出すことができたので、よいしょ。じゃあ、グラフを書いていきましょうと。で、そんな大きくなくていいか。ちょっと待ってね。で、まあ、原点がありまして、じゃあ、どっから行こうかな。ここから行こうか。マイナス1か、x がマイナス1から1の間の時は、fx イコール1。まあ、y イコール1なんで、横ね。y が1の直線になります。で、それを書いていくと、1の時と、マイナス1の時。ちょっと待ってね。1ですね。ここなんで、ここ直線です。こうなって。ただ、イコールが入ってないんで、まだこれ白丸です。ここ満たしてるかどうかわからない。今、これはこの3番を先に書きました。で、それ書いたんで、じゃあこっちに戻りましょうか。x が1の時は1。1の1を満たしてるから、1の1なんで、ここが黒丸に満たせますと。ただし、こっちなんだよね。x がマイナス1の時は0なので、マイナス1の時、ここじゃなくて0だからこっちになります。黒。黒丸がね。で、ラスト、ここですね。1より大きい時と小さい時は、y イコール x。ちょっとこれ fx 書き忘れてたね。y イコール x と同じなので、まあ、この直線だよね。右上がりの。で、y イコール x はここを通るから、まあ、こういう感じになるんだけど、マイナス1だね。ここも白丸にして、こっから直線が伸びる。こいつとこいつは y イコール x の直線なんですけど、マイナス1の時は0を満たすって、ここを使ってるので、ここは使えないから白丸になります。となって、これでグラフが完成ですね。で、右側からはずっと繋がってるんですよ。ここは黒丸になってくれたので、繋がってるけど、ここで切れるんだよね。で、こっち行くけど。だから、どこが不連続かっていうと、繋がってない、この部分。つまり、不連続なのは、x イコールマイナス1。この時ですね。これが不連続になる。時になると。こんな感じで、ぜひね、解いてみてください。では、今回の人は1問のみだったんですが、今回はね、この問題やらせていただきました。今回はこの辺で終わります。以上です。ありがとうございました。